料理用の豆板を作りました、餌付けで勝負したいと思います。それしてのポットで、あとここに次回取っ手をつけます。大皿です。次回別の色の粘土で模様を入れたいと思っています。ちょっと大きめの絵の具を作りました。はい、犬のフードボール作ってます。これはこれからティーポットになる予定です。1回目の作品で菓子器を作りました。次回に完成させます。はい、都市部陶芸教室やっております。初心者の方も大歓迎ですので、みんなで待ってます。